はい、えー。こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、今回はですね、えー、レイジスタジオレギュアということで、私の姿をってお俺のせんが、声だけでですね、楽しんでいただいて、まあ、見てる方は、この、っかちゃんを見て、この美肌のですね、美白で美肌の、えー、このキャラクターをですね、めでていただけたらな、というふうに思います。さあ、えー、前置きは、さておき。今回ですね、あのー、もう、視聴者、 さんの方から、ちょっとこの辺のネタに触れてくれないか、ということで、えー、この、これね、えー、っとね、なんだ、た、田中みかんっていう人がいまして、まあ、YouTuber なんですけど、ウーム所属ですね。あの、ウームって、皆さん知ってる方は知ってると思うんですけど、知らない方は、あの、知らない方のために簡単に言いますけども、YouTuber を抱え込んでいる、まあ、芸能事務所みたいな、YouTuber プロダクションみたいな、 あところですねでここに登録すると、人気 YouTuber は、あの、なんだろう、お金を払える感じになるんだけど、えっ、ー、とね、売れてない YouTuber がここに登録をして結構ね、いたんですけども、あの、毎月いくらかね、これ、取られるんですよ。で、収益がちゃんとある方だったらいいんですけど、で、集客とかもいろいろやってくれるらしいんですよね。で、今回このね、あの話戻しますけれども、えー このおせっかいマチコンということで、今年中に絶対結婚する女ということで、まあ見出しがついてまして、これがね、なんかマチコンをね、あの、ウームの YouTuber、ね、これ、ウームの方がなんかやって、え、田中みかんっていうね、この you YouTube、ーチューバー r の人を連れてきて、なんかやるみたいな形で、あの、田中みかんさんが、で、あの、 って、俺知らねえんだけど、<laughs> っ,て言って。誰だよ、これ。<laughs> マジで。あの、別に美人でもブスでもうない感じだし、っていうことで。これ多分、まあ、あんまり、なんていうのかな、うん。女に縁のないあの視聴者さんは食いついて、まあ、手,で手に届きそうな、うん、アイドルじゃないですけど、そんな感じで多分ファンがいて、20万人以上も登録者はいるのかな。 まあ、こちらの方がね、私よりも断然有名なんですけども、あの、有名とか有名じゃないとか別に関係ないんですよ。あの、一般の人が全員がこの人のことを知ってるかどうかって言ったらほとんど知らねえと思うんだよね。で、あの、くしくも YouTube をやっている、ね、俺でさえ、あの、まあ YouTuber ですよ、一応ね。無名ですけど、YouTuber の俺でさえ知らないんですよ、こんな人ね。で、まあ、よく、もう視聴者さんとしはよく知ってんな、みたいな <laughs>。 ま、YouTube ヘビーユーザーで、ま、見ているとは思うんですけども、ま、あんま見ないからね、あの、他の YouTuber、どうのこうのと、全然気にしてねえし、あの、大体見るのは車関連で上がってる、あの、整備工場の YouTuber とか、たまにそれのおすすめで関連動画で上がってくる、なんか、女の人がチューニングカー乗ってるやつとか、とか、あとは土屋圭一とかさ、その辺の王道のパターンのやつとか、 あの、車紹介とか、そういうの、あと、カービューティーチャンネルとかですね、そういうのを見たりしてはいるんですけども、あの、エンタメ、エンタメ系のやつで、まあ、ヒカキンみたいにさ、まあ、ああいう、あれは有名だけども、そういう YouTuber を一生懸命見ようと全く思わない人間なので、まあお、おっさん世代だからって言われちゃうとあれなんだけど、あの、人様よりも早く、あの、モバゲーだとか SNS とかね、 あの、自分で個人ホームページとかをやっていた人間なんですよ。だからガチガチの、あただのおじさんおばさん系の中年世代系の、なんつうの,のそういう人とは違うわけなんですけども、アンテナはそんなに張ってる方じゃないけども、あ楽しいこと大好きで飛びついたりするんですが、あんまりにもこれちょっと全然、あの、俺知らないよって。<laughs> 有名な,なのこれね。だから、有名だからこういうことやるんだろうけど、まあ、どうでもいいよな、はっきり言ってな。で、これに参加したからって、じゃあ同じようにこれ今年中に絶対結婚する女って見出しがあるから、今年中にだっけ、こうやって見つけられるのかって言ったら、そういうわけでもないし、ただのイベントとしてね、もうあくまでもイベントね、婚活を真剣にやっている方たちにとっては、どうでもいい、あの、企画なんですよ。 で、これに参加して、じゃあ、成婚できるとか、あの、まあ、出、出会いのきっかけにはなるのかもしんないけども、そうはね、思えないんだよね。だって結局、こいつ目当てに行くとか、あ、こいつとか言っちゃった。<laughs> この人、目当てに行くとか、まあ、なんつうの、ミーハーな人間たちがこれ集まってくるわけじゃないで、女の人も多分ファンはいると思うんだけど、別にっていうところではあるんじゃないのっていうところで、えっ、ー、とね、これね、9月の23日、こ今月のね、 で13時から、えー、と15時までやるそうです。まあ、詳しい内容とかは、あのどこの人の YouTuber でもなんか勝手に見てくれよって話で、別に、えー、なんかこの人の宣伝をするわけではないんだけど、場所はなんか新宿のアイランドタワー新宿アイランドタワー、地下1階でやるそうです。1階、地下1階でやる えー、そんな変なとこでやるんだよ。なんかどうせだったらさ、あの、展望の,のなんかエリアでやればよくねっていうところで、たっけーな、おい、これチケットの金が、まあ、これぐらい払えるでしょっていうね。まあ、払える人は行くんだけど、そんなの分かってんだよ。あの、8月の31日から販売、これね、チケット販売されていて、えっ、ー、とね、男がね、7900円の税込み、女の人がね、2900円の税込み、またこれいかにというところですよ。 あの、いかにも婚活イベントらしい、あの、男の方が倍以上の値段を払う、ね。まあ、3倍近い値段を、まあ、3倍までいかねえか。2.5倍とかの料金を払いますよ、というところですね。で、ドレスコードがね、一応生意気にあって、服装のどこかにオレンジを身につけて、あ、だから別にいいのか。あだから、半袖短パンでもいいし、サンダルでもいいし、とにかく服装のどこかにオレンジ、 のなんかリボンとかも用意されてはいるんだけど、オレンジ色のものを何か身につけてくださいと。で、それが、この大、あのー、大会じゃねえよ、企画の参加のドレスコード、ね、服装みたいなところで、まあ、特に服装はないんだけれども、まあ、なんでもいいみたいよ。だから、洋服、服装のどこかにオレンジを身につけて参加くださいっていうことなので、まあ、裸はダメよってそんなやつりねえか。うんね。 まあ、チェーン事項はずらずらっていろいろこう書い,書いてありまして、で、まあ、禁止事項とかね、え、既婚者の方や受付時に身分証明書、ん身分年齢などを、えー、偽る行為はしちゃだめよってことあるんですけど、既婚とかさ、未婚とかってどこでこれじゃあ確認するのこれだって独身証明書とかおじさんとか書いてねえじゃんな、だからこれはだからまあ、あの、一般的な婚活パーティーと一緒なのかなというところで、 でこれ行きたいと思うこれ。あの、全然、何これっていう、俺、俺からするとね、まあ、婚活をやっていた頃にこれがあったとしても、俺は絶対に行きてますで、別にこの営業妨害するわけじゃなくて、もうぜひ頑張ってくださいというメッセージがある、これちょっと動あメッセージを含んだ動画になりますので、 あ、こういうことやるのねって知らない人にもこうやってし知らしめることができますんで、ぜひね、あの、暇で暇でしょうがない。そして、えー、若い女だったら誰でもいいやって、おっさんで独身の人はみんなこれ参加しちゃってあげてください。あの、来るそうなんで、この人がね。近くでね見、見るといいと思いますけど、俺は全然好みじゃないんで、あれなんですけども。で、この人ね、なんかね、ど、どんな人間なのかっていうのは全然知らなくて、1996年生まれかなんかで26歳なのかな、現在。 で、過去に、なんか、彼氏が6人いたっていう、どうでもいい、クソ、どうでもいい情報みたいなのがありまして、で、まあ、地元山口、地元は山口県ですよ、って山口たとことで、で、最初は何,何これ、なんか、田中みかんダーツの旅みたいなのをやって、ダ,ダーツで当たったところで、ね、動画撮影しに行って、なんか、ひょっとしたらみんなにお会いするかもよ、みたいなのをやって、 って言ったらしいんですけども。で、なんで急にこの婚活系にこう手を伸ばしたのか、俺も見てないからね。よくわからないんですが。まあ、なんか彼氏が、なんか6、過去に6人いてとか、どうでもいいよな、だって。見てる視聴者さんには関係ねえだろっていう。で、なんかじゃあ俺にもワンチャンチャンスがあるのかな、みたいな多分思わせなんだろうけれども。で、なんか人重みたいな感じの女,女性なのかな。 あの、うん。で、な,なんだこれなんか同い年で可愛くて、面白くて、めちゃくちゃお友達になりたいって思った YouTuber さん初めてとかいうの。まあ、身近ななんか存在アイドルみたいなねえ、感じに捉えてる方もいるんですけども、も誰だっていいんじゃねえのこういうこと書いてる人は、みたいなさ <laughs>。なんなのこの人は。よくわかんないけど。 うんまあ、だって普通の、普通の人だよね。うん、全然なんか特に、まあ、ね、そういうのは余計なお世話ですが。あくまでもこれは個人的な、俺の感想なので、別に気にしないでください。その感想について何かとやかく言われても、まあ別に俺は、ああそうなのしか言え,、まあ、言えませんのでね、あれですけど。<laughs> 話をね、ちょっとね。 戻しますけども、わお、すごいね。ドアップ出て、あんまあのええー、これ <laughs> これ <laughs> これなのあ、そう。これならみんな好きなんだ。へえ、すげえな。変わってんな。うん、まあいいや。<laughs> そんなのはどうでもいいんですけども。まあまあ、こういうちょっとね、イベントがあるそうなので、ぜひね、あの、暇で暇でしょうがないおっさんとか、おばさんたちはみんな、これ来てください。まあ、20代の人とかが来んのかな、大体ね。 おじさん世代は多分知らないと思うんですけども。で、これね、YouTuber でまだ売れない子がいてね、あのね、とある神奈川の人なのかな。最初俺が YouTuber 始めた頃に、少しだけ絡んだことがある人で、U、ウーム所属ということでなんかね、やってたんですけど、いつの間にいなくなりましたよね。やっぱりだって、ここにお金取られちゃうんで,で、その子も全然稼げてなくて、で、 まあ、そっちの、その子の方が全然この人より可愛い,いんだけど、で、その人が婚活のパーティーとかも主催を実はしていましたみたいな。た多分そういう系の、なんかよりに持ってくあれも企画もい、ウームではあるのかなっていう。だから若い女を使ってこういう待ち込んだとか婚活イベントみたいなのをやるみたいな。これ,これからどんどんまたこういうのが出てくるんじゃないかな、というふうに思うんですけども、たっけえな、しかしな。<laughs> 8000円ぐらいするぞ、男で。で、これで実りあるものが何かできればいいんですけども、まあまあ、あの、世の中は値上げ値上げで、まあこれが相場なのかなっていうところで、まあ女の人も約3000円ということで、うーん、どうなのこれっていう感じではあるんですけども、別に金額を一緒にせえとかうん、そういう話ではなくって、あまりにもちょっと開きがありすぎちゃって、 えー、まあ、いかに女の人がいっぱい来ないと、これちょっと繋がんないよっていうので、あのマチコンに関して言いますけれども、これ、うん、まあ、某出所のソース、ソースは、うん、ちょっと某あれなんですけども、マチコンやっていた店が潰れちゃってるって話も噂聞いてるんですよ。で、要は結局、男だけがこう払って、 で女の人たちに飲み食いさせてみたいなのがやってて一時期ブームになったんですけれどもあまりにもその成果っていうのが乏しいもの,ものだったりただ飲み食い目的っていうかその、うん、ね飲み食い目的の女ばっかりが来ちゃってるんで、えー、男が参加しなくなっちゃったよっていうのでその参加人数がだいぶ減ったり企画倒れになったりだから中心になるねイベントが中止になるっていう マチコン自体がち、あのー、中止になるっていうところもあったようなんですよ。で、そのマチコンを受け、ね、引き受けていた、あの、飲食店とかも、なんか、それに伴って、まあ、友だ俺みたいな、ね、結局人気なくなっちゃって、まあ、結局そこに加担してんだろうみたいなところで、イメージは良くないよね、はっきり言ってね。あの、俺の感想だけどね。 うん、だって、じゃあイメージがいいんだったらさ、そのお店だって潰れないわけじゃんじゃあ、めちゃめちゃバンバン儲かってるっていう、そんな店ねえだろっていう。どっちかって言ったらこんなのをやんないで、ああいう、なんていうの、人のね、色恋とか関係なしで、えー、なんか癒し系の変わったお店とか、古民家風のカフェだとか、そういう方の方が今ず、ずっとのきなみ、あの売り上げも集客も伸びているんですよ。で、TikTok とかでも、 そういう癒しのカフェみたいなのが紹介されたりしてるんで、こんなん、なんだかわけのわかんないイベントなんかを、あの、そういうとこで紹介はあんまり俺は見たことがないので、まあ、宣伝動画になっちゃうからそんな流れてこないのかもしんないけれどもね。はい、これ見て皆さんどうでしょうか本題です、えー。参加したいと思いますか、えー、そして思わないかで思う理由とか、えー、こんなの参加したくねえよっていう人の参加したくない理由とか、ちょっと聞かせて、 いただけたら面白いかなっていう。まあ、俺の動画なんてあんまり見てる人はいないと思うんだけど、あの、あんまりもちょっとね、こういうね、タレントで釣るとかさ、ね、もう素人同然の YouTuber を、もうなんか持てはやして釣るみたいなさ、あの、よう考えよう素人素人,な素人なあなたたちと一緒の、あの、単純に素人のやつが芸能人ぶってやってることでしかないので、俺はなんか中身が薄いなっていうふうに思え、 ではいるんですけども、まあ、この、ね、あのー、お世界マチコンが成功をすることを私は祈ってはおります。祈ってはおりますけど、俺だったらいきませんっていう。ね。まあ、理由はそんな、なんかわけのわかんない土素人の延長みたいな人が来たところでどうなのっていう。あの、なんか面白そうじゃないなと俺は思う、ね。俺自身がね。個人の感想だからね、自由に言って構わないと思うんですけども。 まあまあ、うん、個人的なものはね、さて、起きということで、でね、ええー、このイベントが成功することを祈っております。そ中心にならないこともね、まあ中心はならないだろうね。まあ人気ある YouTuber でしょうから。ね、その、あなの,あの,あ,のあの、素晴らしい、ね、優しいファンの方たちがいっぱい来る、う、と思いますんで、うん、まあそれを白い目で <laughs>、私は、あの、この家から見ていると。 という状況でございます。まあ、あとね、これ、ね、あの、その視聴者さんがもしかしたら潜入調査をしに行くという話だったので、まあ、その、もしね、本当に行かれるんであったら、その感想っていうかね実、実際に行ってみた、そして楽しめたのかどうかっていうところをですね、あの、まあ、聞きたいなと。まあ、別にそれは動画で言わないですよ。あの、あ,あそういえばこの間のこの件が面白かったらしいっすよ、みたいな、言った人から聞きましたけど、みたいなね。つまんなかったよ、とか、聞きましたよっていう。 なんかそういうレベルでチラッとなんかの動画では紹介しますんで、合間でね。あの、それを一本の動画にしようなんては思いませんので、私別にここからお金もらってるわけでもないし、この田中美刊っていう人とも接点はないし、別にファンでもクソでもないしっていう、ね、全く無関係の部外者の人間なので、まあこんなのがありますよっていうところでですね、あの、皆さんの頭の片隅にでも入れていただいて、あ、知ってるよ、この人のファンだよって人はぜひね、 あの、高い金払って参加してください。あの、あ、でも、あなたたちはね、稼いでるから、お安いですよね。もうこんな安い、ね、はした金なんかポン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 言ってだから、チケット2、3枚でも4枚でも5枚でも10枚でも買っちゃえばいいんじゃないでしょうか。そして、握手でも何でもね、付きまとって、まとわりついて、えー、ね、係員の方に制止されて、えー、ね、<laughs> あの、出禁にされるとかっていう面白いエピソードを作っていただけたらい,いいんじゃないかなというふうにね、楽しい思い出を作ってみては。 どうかなというふうにね。えー、そして、これを締めさせていただきます。どんな締めだよな本当にな。失礼な、うん、ちょっとね、失礼なね、言い方の一部あるかもしれませんけども、それはあくまでも個人の感想なので、許してみやん。ということで、えー、またね、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。